なんだよ。会いたくなんかねえんだよ。帰る。なんなんだこの二人は。2011年11月30日。時間が戻ったのか。逆だ。我々は超えてきたのだ。これはメイドインヘブンによって約束された新しい世界だ。私に相反する因縁は全て向こうに置いてきた。運命は偶然ではなく必然性があって起こるものだからだ。逃げないと。あの部屋じゃないところへ。でもなんかわかんねえけど転ぶんだよ。ビビってんのか。誰も運命からは逃れられない。お前はあの部屋へ行く。宇宙の終わり、確か本で読んだことがある。同じように進化する地球の時間を猛スピードで辿って、ここにお姉ちゃんたちはいない。運命は同じように繰り返される。人の出会いとは重力である。自分はいつ子供を産み、子はどんな成長をするのか。精神でそれを覚え知っているのだ。覚悟は絶望を吹き飛ばすからだ。人類はこれで変わる。あの突き当たりを右へ行くと階段があって、幽霊の僕の部屋だ。細かい出来事は違っても運命は決して変えられない。この後ジョリーンたちがいなくともお前は脱獄し、あんたは希望。運命は決まっていて変えられない。授けてくれたディスクだ。再び時を加速させた。生き物が生きるためには酸素が必要だ。大量に吸うとまず手足の先から麻痺し、立つことができなくなる。この小僧が。僕の意志じゃない。やめろエンポリオ、ウェザーを止めろ。こんなことをさせるな。ケープカナベラルの後ならいくらでも命を捧げよう。わからないのか。お前は運命に負けたんだ。正義の道を歩むことこそ運命なんだ。やめろ。だからさ、50ドル札しか持ってないんだってば。この50ドル札な、いいだろ。これ偽札じゃないよ。それにしてもグリーンドルフィンからの脱獄囚とでも思ったのかな。あ、嵐が来るな。私はアイリン、彼の名はアナキスよ。ママとパパはどうしたの。でも10ドル以上は絶対に払わねえ。それにケープカナベラルにも寄ってもらうからな。お金なんて取らないんだから。震えてるわよ。寒いの。嵐が来るって言ったのあんたよ。止めなさいよ、かわいそうだって。